やあどうも、ちびすけです。おい大丈夫か？ああ、うん、元気だよ。どう見ても元気には見えないんだが。何かあったのか？とりあえずほら、音楽でもかけるから、元気を出すのぜ。ああ、ありがとね。ちょっと元気出たかも。それで、何かあったのか？珍しく真っ青な顔して。要点だけまとめると。多忙、軍事部活動の頻度低下、動画投稿の滞り、イコール、運賃還元って感じなのよね。ああはいはい、察したぜ。確か前にも同じようなこと話してなかったか？そうだったかな。でね、あんまり動画投稿しないとさすがに視聴者も飽きるじゃん。もう飽きてるかもな。そこで、とりあえず取り急ぎ、とりとりで何か動画を上げようと思ったわけですよ。ほうほう、こんな動画誰が見るかな。というわけで26実況します。てめえ反省してねえだろこら。文章に乗れば売れるとかそんな甘くねえんだよハゲ。ま、投稿の空きスペースの埋め合わせだと思ってもらえれば幸いです。じゃ、あとは頼むよ。あ、待てこら。あ、まったく畜生、どうすっかな。とりあえず26の実況できそうなやつ探してくるか。ほいぜ、少し腑に落ちないが実況していくぜ。てかあいつ PS4 持ってたのね。そうだな。ずーっともったいぶりやがって。さてさて、カジュアルマッチ爆弾、マップは運が、防衛だわね。ここのマップはミュートが得意だぜ。この前ミュート強化されたわよね。サブが SMG11 とか一気に中オペとかしたわ。となると SAS 組で SMG11 持ってないのってサッチャーだけか。サッチャンね。テルミがいる時は一緒にピックされなければない。あ、今の5時じゃなくて更新5、6の方ね。チビスケのリピーターなら大体知ってると思いますよ。爆弾を守れ。うるさい。本社手始めに適当な場所補強するか。ここでいいや。ガチャン。ガラ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 。ガチン。ガチャン。ドーン。うるさい。ガチャン。ガラ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 。作ってんだろ。あんひぶい。もうれぬ。よし、補強終了。邪剣シグナルディスラクター置きましょうね。一つ目はここだぜ。屋上から入ってくるドローンが引っかかるぜ。何気にヒートチャージ対策にもなるぜ。マーベリックは。いやなんでもない。二つ目はここ。見ての通り階段を封鎖するぜ。ここ結構壊されやすいのよね。遮蔽物ないからね。仕方ないね。そして三つ目はこの窓と穴の間だぜ。ここ結構ヒューズくんがポンポンやってくるから二度おいしいぜ。あれね、人質絶対殺すまんね。そうそう、ディスラクター一個余っちゃった。どっか適当に置こう。早くしないと敵入ってくるわよ。わかってらい。とりあえずこの辺に置いとこう。まあヒューズくん対策にはなるだろう。これでよし。敵さんどこから来るかな。とりあえず適当にカメラでも見てみるとしよう。あ、一足遅かったわね。外カメラ二つ壊されてるわ。要するに壊されたカメラの方に敵がいるってことだぜ。ほうほう。で、どこのカメラが壊されたの？だな。CG 初めて2ヶ月くらいだもんね。まだは、おいもう敵入ってるぞ。マジで？やばいやばいどうしよう。弾薬ある？壁大丈夫？ディスラクター。お前いちいち大げさなんだよ。とりあえずあの様子だと GU 踏んでるし倒せそうだな。階段行くぜ。ショックドローンだ。貴様。おのれ、横間かと逃げやがって。止まれ。そして黙ってさっさと私に壊されろ。全然当てられてないのほんと草生えるからやめて。黙れ。死ね、死ね、死ねー。殺意が強すぎる。はぁ、はぁ、よし、じゃあ気を取り直して下を見るぜ。頭おかしくなりそうだからやめろ。お、なんでらの音じゃねえの。うまいこと言ってんじゃないわよ。今なんかそこ通ったな。うお、また通ったぞ。ここでずっとガン待ちしてても意味ないんじゃない？急に語録発するのやめて。くそ、殺しきれなかったか。幸先いいぜ。とりあえず一旦退避してリロードするぜ。さっきのやつはどうするの？ほっといてもキルアシストは入るが。いや追いかけてみるか。とか言ってるそばから味方がキルしたな。あと一人どこかしら。味方は三人残ってるから一人くらい死んでも勝てるな。というわけで少し大胆に動いてみるぜ。あれれ、誰もいないわね。敵部隊が爆弾発見。ボム来てるかもな。見に行ってみよう。足音でバレそう。とりあえず急ぐぜ。あ、ディフューザー仕掛けてるわよ。この野郎、させるか。圧勝した。大絶賛煽りタイム。これあげる。ポチッとな。って思ったら味方に壊された。あ、このアリビセコイは。ふーむ、一発目からなかなか面白いものが取れたな。そうね、この路線結構いけるかもしれないわね。あれ、もう終わったの？なんか二人とも楽しそうだったし、尺が長すぎるのもあれだし、まあ、いっか。要点言います。動画の評価次第で続いたり続かなかったりします。以上です。ご視聴ありがとうございました。